あなたは19世紀後半にかつて存在した日本最大のタブー、からゆきさんをご存知ですか？遊郭で少女の人身売買が盛んに行われていた近代の日本。人身売買は主に江戸時代から明治時代の19世紀後半に盛んに行われ、昭和時代の初期まで存在していたと言われています。農村や漁村などの貧しい家庭の娘たちが家の借金を返済すべく遊郭に売られていきました。そんな中で鎖国時代に唯一他国と貿易を行っていた長崎では、売春のために海外へ渡るからゆきさんがいたのです。教科書では決して語られることがなく、記録もほとんど残っていないという彼女たちの実態とは一体どんなものなのでしょうか。日本の歴史の中で最もタブー視されているからゆきさん、彼女たちの正体とは一体。こんにちは、女子高生 VTuber の春日陽です。今回は近代日本最大のタブー、人身売買輸出、からゆきさんの真実について解説します。それでは早速、からゆきさんとはどんな人たちなのかというところから見ていきましょう。からゆきさんとは、あなたはからゆきさんという言葉を聞いたことがありますか？もしかしたら名前すら耳にしたことがない人も多いかもしれませんね。からゆきさんとは19世紀後半に九州で存在した海外へ出稼ぎに行く女性たちのことです。19世紀というと江戸時代後半から幕末、明治時代あたりの時代のことですね。からゆきさんと呼ばれた少女たちのほとんどは農村や漁村の貧しい家の娘でした。彼女たちは借金の方として家族に売られたり、貧しい家庭を救うために海外へ集団で出稼ぎに行っていたのです。とはいえ、当時は海外へ出稼ぎに行く人は一定数いて、そう珍しくなかったそうです。今ではからゆきさんというと女性のイメージが定着していますが、当時は男女問わずからゆきさんと呼ばれていたといいます。なぜ彼らは海外へ出稼ぎに行く必要があったのでしょうか？それは海外へ出稼ぎに行けば高い給料が出るからです。主に男性は商人、土工、石工などとして、女性は娼婦として海外へ出稼ぎに行くことになります。そしてからゆきさんとして特に召集されていたのは年頃の少女たちです。貧しい農村や漁村には売春を斡旋する世間がたびたび訪れていたといいます。世間は生活が苦しい家に出向き、その家の娘を娼婦として売買することを親に提案したそうです。その時のお決まりのセリフが、海外へ奉公に出れば稼げるというものでした。売春という言葉こそありませんが、奉公という言葉で大体の親は察しがつくものだったそうです。親は奉公の意味を知りながらも娘を売ることを選ぶこともあったそうです。それだけ当時の田舎では困窮していた家が多かったということなんです。特に江戸時代では食料不足などによって赤子や子供を殺す口減らしも行われていました。この困窮こそが少女の人身売買が常習的に行われていた原因です。また当時は現在よりも性に関する意識がおおらかで、家族を養うために身売りして売春を行うことは親孝行とされていました。でも出稼ぎに行くことになる本人に、あなたは娼婦として働くのよなんて言ったところで、本人が納得するとは考えづらいですよね。そのため海外行きとなる当人には本来の目的を伝えず、海外へ出稼ぎに行けば稼げるし、いい暮らしができるようになるとメリットだけをちらつかせたという話もあります。これをまんまと信じ込んだ娘は家計を助けるために海外行きを決心したようです。また困窮した家庭以外にも、海外行きイコール好待遇と勘違いした家庭の娘も自ら海外へ渡ることがあったといいます。ただし本人が納得して海外へ渡る決心をしたというケースはそう多くはなかったそうです。からゆきさんとして売られた女性たちのうち 80% の女性が強制的に売買され、残る 20% だけが自らの意思で海外行きを決めたと言われています。さて、そうして海外行きが決まった女性たちは、女性を斡旋する世間によって行き先を決められ、集団で海外へ密航することになります。そして
主に現地に滞在する軍人を相手に売春を行うのです。資料によっては現地人を相手に売春を行うと書いてあるものもありました。今では到底信じられないようなことが当時は行われていたんですね。日本に住む外国人を相手に売春を行う唐幸さんはすでに江戸時代には存在していて、その人たちが海外に進出したのが最初だと言われています。唐幸さんは昭和の初期頃まで存在したとされていて、延べ50万人の少女が海外で売春をさせられていたそうです。唐幸さんになるのは大半が10代の少女で、中には10歳くらいの幼い子もいたと言われています。そんな唐幸さんの実態はとんでもなく過酷なものだったと伝えられています。海外行きを決めた彼女たちに待ち受けていた運命とは一体どんなものだったのでしょうか。唐幸さんになるまで海外行きが決定した少女たちはまずは是言によってそれぞれ派遣先を決められます。行き先はほとんどが東アジアや東南アジアでした。中国、香港、フィリピン、シンガポール、ボルネオ、タイ、インドネシアに行くことが多かったそうです。中には満州、アメリカ、シベリア、ハワイ、アフリカに渡った女性もいたという話もあります。女性たちは行き先が決まると渡航先ごとに集団で船に乗せられて海外へ密航します。船に乗るというとちょっぴり旅行気分なイメージもありますが、彼女たちが目の当たりにするのは地獄のような環境でした。彼女たちは船底にぎゅうぎゅうに押し込められ、食料もろくになければトイレもないという最悪な環境で運ばれていきます。密航なので客室などに乗ることができず、荷物と同じ場所に乗せられたそうです。島原からシンガポールへ渡ったある女性は、港から24人の女性と4人の世話役男性と船に乗り込み、約1ヶ月間航海したそうです。船底は窓がなく照明もないため常に暗く、トイレがないどころか身動きもできないので、汚物はそのまま垂れ流しの状態だったといいます。その状態で1ヶ月も同じ場所に座り続けなければいけないなんて、とても不衛生な状態ですよね。さらには船に同乗した世話役の男性が女性に性的暴行を加えることもあったそうです。この女性は自らの体に汚物をつけることで性的暴行から身を守ったと話しています。またあまりの密度に船内で窒息死する少女や食料不足によって餓死しそうになる少女が多数いたとも言われています。その中で命からがら生き残った少女たちは香港やクアラルンプール、シンガポールの女郎屋で少女としての教育を受けることになります。この時に初めて出稼ぎの目的を知った女性が多かったのではないでしょうか。また女郎屋に来るまでの渡航費や宿泊費、その他手数料は斡旋業者負担ではなく立て替えだったこともこの時に初めて知らされます。その額はなんと数百万円に及んだと言われています。つまり女性たちは知らないうちに多額の借金を負わされていたんです。そして彼女たちは女郎屋で教育を受けた後に各地の召喚に送られます。唐幸さんの過酷な人生はここからが本番なのです。現地での過酷な仕事、唐幸さんは現地の召喚で1日に何人もの男性の相手をすることになります。時間は基本的に客1人当たり3分から5分で済ませていたそうです。料金は店にもよりますが、短時間の場合は3ドル、一晩の場合は15ドルでした。今の価値に直すと短時間で約400円、一晩で約2000円になります。たった5分で400円も稼げる割のいい仕事だったようにも感じます。そうなると一晩も相手をするのにわずか2000円しかもらえないのも気になりますよね。店によって客1人当たりの時間も金額も様々だったようなので、ここで紹介した時間と金額はいろいろなお店の情報が錯綜したものかもしれません。また決められた時間以上の時間がかかるときは延長料金として割増料金を受け取っていたとされています。そして唐幸さんを買う際に最も高い料金がかかったのが水揚げの時でした。初めて仕事をする水揚げを好む客が多く人気があったため、料金設定がかなり高めに設定されていたようです。ただし水揚げの時は特別に高い料金で買われるにもかかわらず、女性側にはお金が一切入りません。この時に限りお店が売り上げを全部持って行ってしまうのです。そして
毎日休む間もなく客が訪れ、からゆきさんは体を酷使することになります。最も召喚がにぎわうのは船が港に来た時、つまり客となる男性がたくさん日本から来た時です。この時は召喚が満員になり、なんと一晩に30人もの客を相手にした女性もいたと言われています。先ほどシンガポールに渡った女性の話をしましたが、その人は午前9時から晩の3時まで休まず客の相手をし、1日で相手をした人数はなんと49人だったそうです。1人当たりの時間は短いけれど、ひっきりなしに客が来ていたことがわかりますね。とはいえ、ここまで体を酷使していては女性たちの体が心配になりますよね。先ほどの女性の話によると、立て続けに複数の男性の相手をすると局部に痛みが走るようになるそうです。ただでさえ何人も相手をするだけで疲れてしまいそうですが、彼女たちの仕事はこれだけではありません。からゆきさんが性病にかかると商売にならなくなるので、お店側は性病対策にとても厳しかったと言われています。客一人ごとに性病対策を施さなければいけなかったのです。今は手軽に装着するヒニングや性病予防のための道具があるので、そんなに大変だったのかなと思いますよね。しかし当時はまだ性病対策になる有効なヒニングがあまり普及していなかったのです。当時の避妊や性病予防については、日本近現代の避妊方法は衝撃の連続でしたという動画で詳しく解説しています。興味がある方はぜひこちらも見てみてくださいね。さて、からゆきさんの一般的な性病予防とはどんな手順だったのでしょうか。彼女たちがしていた性病対策は主に室内の洗浄でした。当時の遊郭や召喚には専用の洗い場がありました。そして娼婦は一人の相手が終わると部屋から洗い場まで移動して、熱いお湯で室内を洗浄する決まりがあったのです。つまり先ほど紹介した女性を例にとると、49人の相手をしただけではなく、部屋と洗い場の往復も49回行ったということになります。からゆきさんの仕事がとんでもない肉体労働であることがよくわかると思います。さらに召喚では週に1回医師によって性病検査が行われます。からゆきさんたちは全員それぞれ体の状態を記す帳面が渡されています。この帳面に生理周期や相手をした客の数などを記録して医師に見せていたそうです。客も娼婦が性病にかかっていない証拠として帳面を見せろと要求することがあったようです。プライバシーも何もあったものではありませんね。それにしてもお店といい客といい、なぜここまでからゆきさんの性病を警戒するのでしょうか。その理由は娼婦というよりも客である軍人たちに性病が蔓延しないためでした。軍人に性病が蔓延してしまうと軍の兵力が低下してしまうため、軍人が性病に感染することはご法度だったんです。そのためからゆきさんのうち誰か一人でも性病にかかっていると判断した場合は、召喚の営業停止などの措置が取られることもあったそうです。ここまで聞いてわかる通り、からゆきさんの仕事はどこまでも客中心の商売で、からゆきさんたちはまるで人間扱いされていなかったようです。安く買い叩かれ、さらには体を痛めつけるような商売をしていた彼女たちですが、悲惨なのはそれだけではありません。ここまで辛い仕事を重ねてお金を稼いでも、通常の仕事の場合は売上の半分が店に持っていかれてしまいます。また残った半分のうち4分の1を借金の返済、残りから衣装などの雑費を出さなくてはいけなかったそうです。仕事着である綺麗なお着物も自費で出さなくてはいけなかったようです。それに加え、召喚で働くには必須である性病検査の費用も自費だったという情報もありました。さらに借金の返済だけでなく、日本の実家に仕送りをしていたからゆきさんもいたそうです。からゆきさんがこれだけのお金を工面するためには、少なくとも月に20人の客の相手をしなくてはいけなかったと言われています。心身ともに過酷で悲惨な労働を強いられていたからゆきさんは、当時の状況をどう思っていたのでしょうか。ある元からゆきさんは当時の心境について、月に一度は死にたくなると話しているそうです。仕事や境遇の辛さからうつ病などを発症していたからゆきさんも大勢いたかもしれないですね。また過酷な労働や何度も過剰に膣洗浄をしたことで
妊娠できない体になった少女も多かったそうです。その結果、ほとんどの唐雪さんが二十歳を迎える前に命を落としたと言われています。唐雪さんの背景とその後、江戸時代の末期から昭和時代の初期まで存在したと言われている唐雪さんですが、その間に日本では遊郭や売春に関する制度が変化していました。江戸時代には日本に遊郭ができ、普通に売春や人身売買が行われていました。しかし遊女も唐雪さんと同じように家のために多額の借金を背負って身売りした女性ばかりです。この悲惨な状況を打破するために、日本では明治5年に芸商技解放令が発令されました。これは人身売買を禁止して芸商技を解放するためにできた制度です。芸商技解放令が発令されても、実際のところはあまり変化がなく、戦後に GHQ によって交渉制度が廃止されるまでは遊郭というシステムはなくなりませんでした。とはいえ、明治時代以降には遊郭という存在が少なくとも国から問題視され、対策が取られるようにはなっていますよね。唐雪さんも遊郭で働く遊女と分けず劣らず過酷なお仕事です。それなのに、なぜ国は唐雪さんとそれを斡旋する業者を本気で取り締まったり解放したりしなかったのでしょうか。それは唐雪さんが外貨を日本にもたらす貴重な存在だったからです。例えば日露戦争の時には、唐雪さんが国に多額のお金を献上していたと言われています。なんと現代の価値にして100万円もの献金を行っていた女性もいたそうです。お国のためにと100万円も寄付できるなんてすごいですよね。ではなぜ当時の日本はここまで外貨が必要だったんでしょうか。その理由は日本が開国したことにあります。江戸時代の途中まで鎖国を行っていた日本は世界経済とのつながりがほぼありませんでした。しかし安政5年に開国したことで、日本も欧米と同等以上の国力をつけようと政府が奮起し始めます。鎖国していたことによる国力の停滞を一気に取り戻そうとしたんですね。明治時代に入って日本政府は欧米の文化や政治体制を取り入れて、日本の西洋化、近代化を目指しました。また富国強兵を掲げて産業を活発化し、欧米から兵器をたくさん輸入することで日本を強い国にしようとしていました。しかし当時の日本は外国へ輸出できるようなものがあまりなく、輸入物への支払いに充てる資金も不足していました。そこで重宝されたのが、海外で多額のお金を稼いで献金してくれる唐雪さんでした。明治時代当時の疲弊しきった日本経済を支えたのは他でもない彼女たちだったのです。そのため一時期は唐雪さんは貴重な外貨を稼いで国に貢献する存在として、一部の国民から称賛される存在だったと言われています。今回の動画でたびたび紹介しているシンガポールに渡った女性の話では、商館で働いている時にイギリス人の男性に身請けされ、娼婦を辞めることになりました。身請けとは、娼婦が背負う借金を代わりに支払うことで娼婦を商館から解放することです。女性はイギリス人男性から宝飾品をたくさん買い与えられ、さらには実家にもお金を送ってくれたそうです。そのため日本でついた彼女のあだ名がダイヤモンドオナゴでした。ただし時代が進むにつれて、人身売買について世間から批判が集まるようになりました。日本では次第に唐雪さんを国家の恥として軽蔑するような風潮が出来上がっていったそうです。そのため明治43年あたりからは、批判を受けた海外の日本当局者が唐雪さんが働く商館を廃止して日本の名声を保とうと躍起になりました。その結果、次々と商館が廃止されて唐雪さんは姿を消していったのです。では職を失った元唐雪さんはどうなったのでしょうか。唐雪さんの多くは日本に帰ってきたと言われています。ただし中には日本に帰ったところで行き場がなく現地に残った人もいたそうです。他にも商館で稼いだお金を元にして現地で商売を始めた人や現地人などに求愛されて結婚し、そのまま定住する唐雪さんもいたそうです。また唐雪さんの中には、売られた際に戸籍が生まれた家のものではなく勝手に現地のものにされていた人もいたといいます。戸籍が日本にないとなると、日本に帰ったところで居場所がありませんよね。そのためか
唐幸さんが多数滞在していた町では唐幸さんの墓がたくさんあるそうです。さて今回は以上です。いかがでしたか？これが日本でタブー視されてきたという唐幸さんの実態です。実態といってもほとんど記録が残っていないため、情報のほとんどは経験者の体験談となりました。今わかっていることだけでも非常に悲惨だったことがわかりますよね。臭いものには蓋をという意識ではなく、あえてタブーに触れることで見えてくる歴史の側面もあるのではないでしょうか。このようにこのチャンネルではレトロな歴史や文化、明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は今すぐポチッとしておいてくださいね。